焼きまんじゅうがないと正月越せないってことですか？そんなことないほら1本200円もする。あら本当だったら120円なのにじゃあちょっと値上げしてるしょうがないよ。お祭りの時はお祭り価格でなくなっちゃった。こんな大きいですね、焼きまんじゅう。そう初焼きまんじゅうです。ああそうね、焼いてるとかなかなかあるかも。見たことない。ここに焼いてここに置いといてまた温めてくれる。こちらがご飯の最初ね。今4飯作りますね。はい、どうするかな。はい、じゃあご飯です。はい、ご飯です。